ドラゴンボールファイターズをプレイしていただいているユーザーの皆様、プロデューサーのひろきです。いつもドラゴンボールファイターズを遊んでいただいて本当にありがとうございます。いよいよ、ワールドツアーファイナルとなりました。選手の熱いバトル、そしてファンの皆様の熱い声援、今から私自身もとっても楽しみにしてます。そして、今日は皆様にお伝えしたいことがあります。ドラゴンボールファイターズは3年目も戦いを続けていきたいと思っています。今日は皆様にですね、そのシーズン3のバトルの方向性についてお話したいと思っております。シーズン3のテーマなんですが、今回のテーマはフレッシュというテーマでいろいろ考えております。今までの良いところを残しつつ、ユーザーの皆様が新鮮な気持ちでバトルに臨めるように仕様追加や調整などをそういった方向性でかけていきたいと思っております。例えばそのうちの一つに Z アシストセレクトなどがあります。なんとですね、次回以降のバトルは今まで固定されていたキャラクターのアシスト技がですね、選べるようになるというシステムになっています。キャラセレ画面とかで、それぞれ3つ、アシスト技が選べるようになりますので、自分の好きな、アシスト技というのを選んでいただければなというふうに思います。でこれにより、今までにない自分だけの、コンボのつなぎ方とか、戦略っていうのも、自分で作れるようになりますので、より幅広い、楽しみ方が、できるようになるんじゃないかなと思ってます。合わせて、バトルの、調整なども行っていきたいと思っています。今回の調整は本当に様々なキャラクターを使ってほしいという意図から、そういった意図で調整の方を行っていきたいと思っています。例えば Z アシストセレクトなどもそのうちの一つですね。今回の仕様追加や調整で Z アシストの性能だけで選ばれるとか、キャラクターの体格で選ばれるとか、そういったことが少なくなって、それによってよりプレイヤーの個性が、出せるようなバトルが楽しめるといいんじゃないかなと、思っております。また他にも、今、この現状のバトルである、強力な攻めや連携による、一方的な展開っていうのを、減らすような調整を行っていたり、他にもですね、残り1人になっても最後まで、諦めないで戦えるような逆転性を高める調整なども、入れています。で逆転性を高めるについては今回仕様追加のところまでちょっと踏み込んで、考えておりますので、そちらも見ていただければなと思います。あとですね、これはまだ確定しているわけではないので、何とも言えないことなんですけれども、実は今年は、シーズン2に関してはバトルの調整っていうのを、ツアーが始まったら、1回も、行わないで、今まで続けてきました。でただ今回シーズン3に関しては、必要であれば調整を、行っていきたいなというふうに、考えています。でただ細かい調整をたくさん入れていくというわけではなくって、必要であれば、良いタイミングで、大きく1回やるとか、そういうような調整の方向性を、考えております。これは本当に状況によりけりなので、今確実にやりますとか、今後も、どんどんやってきますとか、やりませんとかっていうお話は今できないんですけれども、まずはそういった心持ちであることを、今遊んでいただいている皆様に、知っていただきたくって、この場を借りてお伝えさせていただきます。他にもですね、フレッシュな気持ちでバトルに臨めるように、例えば UI の変更とかを行っていたり、他にも新しいモード追加なども行っておりますので、そちらも引き続きご注目いただければと思っております。それでは皆様、ツアーのファイナルバトル頑張ってください。